お待たせしました、第2試合を開始します。青コーナーより挑戦者中村俊介入場。さあ新世代軍から中村俊介、新人大抜擢 LWGP 挑戦権ゲット。ここで下克上が起こればとんでもないことになります。気合が入っている中村俊介。赤コーナーよりチャンピオン L 引山入場。この金色に光るベルトを守り続けています。長浜プロレスの看板 L 引山のリングイン。ただいまより第2試合 LWGP 選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー169センチ、70キロ、期待の新人 L1 クライマックス準優勝者中村俊介。赤コーナー171センチ、96キロ、 LWGP 王者長浜引き山祭り400連に一人の時代 L 引き山レフリー康介。さあやってまいりました、 MWGP 選手権試合。チャンピオン L 引き山に対するは新人中村俊介。おお、左のスイングレード始まってしまった。これは L 引き山いきなりのっけからやられております。自らの必殺技スリングブレイダーを見せられる L 引き山、たまらず場外にエスケープ。さあここで中村俊介がリングに上がってこいというパフォーマンスをしておりますが、さあゆったりと時間を取って自分のペースを作っていく L 引き山。リングに戻ってまいりました。さあ奇襲成功といったところか、ただ今仕切り直して長いリング中央をぐるっと回っております。
静かな立ち上がりでありますが、やはり体格乗り惜しかったエル引き山、ドロープブレイク、スポーツマンシップですね。綺麗なクリーンな試合、素晴らしいです。さあロックアップ、エル引き山膝をついたぞ。今度はどうだ、若手の勢い、中村俊輔惜しかった、押し込みました中村俊輔。ブレイクのつもりが地味にダメージを与えていく。さあお互い1対1といったところか、再度もう一度、あら俊輔腕を取る、締め上げてくる、くるっと一回転して取り直す、エル引き山取り直します。どっぱらに2発蹴りを入れて、もう一度腕をひねり上げる、制圧する。やはり一枚も二枚も上手であります、チャンピオンエル引き山。俺が反則だろ、おい熱いか、熱いわ、経験の差が出ております。さあくるっと腕を取り直す、反撃に転じる中村俊輔、ゆっくりとした展開からお互いの腕を取り合ってヘッドロックに行く、ヘッドロック締め上げます。さあタックル合戦に行くか、あっと耐えております、中村俊輔。デビューした頃は体格も大きくなった、わーっと全部大ジャンプからのレッグキック、得意のムーブでそーっと止まれてスキープ、おーっとアピールしていく中村俊輔、師匠を手玉に取る中村俊輔、いっぱい食わせてやったぞ、エル引き山。ではリング、リング戻って。大丈夫大丈夫。ファンサービスをしたいから場外に行ってるようにも思います。エル引き山。なかなかのファンサービス。はい、引き山。危ないですよ、プロサイド。スキル決まった、膝攻めを、あーっと痛い、膝を小足にかかるエル引き山、容赦ありません、と締め上げる締め上げる、先ほどのドラゴンスクリューは力の逃げ場がなく大ダメージを受けております。中村俊輔、5分経過、これで戦い日がため、ハーフボストンクラブに行きます。エル引き山、膝壊しまい、
炸裂。さあ来い来い、かかって来い。若造この野郎と言わんばかりの鬼の形相エルヒヤマ。とエルボー、エルボーにやつ、とてっぱれにナックルナックルから立ち上げる。さあここで対角線に振ります。と切り返しの中村俊介、おっとキックして一発、あー串刺し決まりました。さあここで中村俊介攻め手を緩めたくないところでありますが、さあどう出るどう出る、危ないぞこれは。なんだ、あーっとぐっと一回転から後頭部叩きつけていきます。中村俊介師匠に一歩も引かない動きで高いエネルギー大爆発しております。ここでエルボー、エルボー2発、3発入れる。中村俊介逆水平、さあどうなんだこれは。トップロープ乗せたぞ、添える引き山グロッキーまでが、あっとこれはさすがにいかせません。おーっとまだ中村俊介諦めない。何する、と危ない、これは何が出る。あー、なだれ式フランケンシュタイナー、これはきつい。やるから返せ、おー返しました。あー危ない、見てる方がヒヤッとするような大技が出ました。なだれ式フランケンシュタイナー、ここで持ってきた中村俊介。さあ流れをつかんだか、ここでどう出る。まだダメージが残ってるぞエルヒヤマ、チャンス中村俊介。ピストクラッチエルボーで相手のスタミナを奪っていきます。体スイムディーディーティーが追い出せない、行かせません。おーっとこれはツイスト&シャウト、初めて見たか、出たことあったか。これは大技を出させる中村俊介。さあエル引き穴、ここで狙っているぞ、狙っているぞ、おーっとかわす、押しました、おーっと逆転のスリングブレイド、起きて破り相手の技をやっていく中村俊介。エル引き山いっぱい食わされました。これはペースをつかんだか、いただき取りに行くぞ、期待の新人中村俊介。まだこれで5戦目6戦目のルーキーでありますが、チャンピオンに臆することのない戦い方、トリストクラッチエルボーでペースをつかみます。さあ最後パワーリバタスイングリリピン、大技3連発。10分経過、かなりの技が出ていますね。これは俊介ボールに行きたい、ボールに行きたいがまだ行かない。と次は何を出す、エルヒキヤマだいぶんダメージが残っておりますが、またもうロープを使う、あっと裏 DDT のような形、後頭部じつけていきます。決まるか、カウント 2.5、 これは決めさせない。さあ防戦続いておりますエルヒキヤマ、ここで中村俊介一気に畳みかけたいところ。さあ出るのか、必殺技だ、ベスティーナ決まった、ベスティーナ決まった、1回転
まさに運命の手振りです。おっとカウント1、カウント1で返しました。これはプライドに触ったか、エル引き山。こんなにやられっぱなしではやってらんない。若造を舐めるな。あ、しかしもう一発いきます、もう一発いきます。中村俊介、おっと三成選手の必殺技解釈のような技を出してきました。と、これは拓人選手のムーブ、いろいろな新世代軍の絆をもってして相手を倒す、頂を取る。中村俊介いけ、おーっと逆襲のありがとう。やらせません、やらせませんぜ、エル引き山。さあ疲れております。弱い50を超えてまだまだ現役、エル引き山。ほら、拓人見てろよ、ほら拓人を見てろよ、この野郎と。さあ拓人選手の技を出すぞ。ここで、あーっと最後逆襲、逆襲のラリアット、トタケビ一発決める。これ中村俊輔チャンピオンの座を取るんだ。お客さんも応援しております。さあここで出ました、成長式。すぐ起きる、しかしすぐ起きます。このまま耐えられません。あーっと円錐切り、中村俊輔うまいか、危ない、フォローから、あー危ない角度で落ちました。エル引き山全身体重が乗ったトップロープに登ります。エル引き山決まってしまうのか、これは狙っているぞ、狙っているぞ、エル引き山中村俊輔、危ない、危ない、飛んできた、おー決めない、おー決まったと思ったな。カウント 2.9 2.99 です。返しました中村俊輔、しかし大の字になっているところ、なんてダメージが残っているところで来てました、長浜クローバーホールド。ここは長浜の中心でクローバーホールド、高角度長浜クローバーホールド、決まるのか、決まるのか、あーっとリング中央を引きずっていく。さあ締め上げる、締め上げる、エル引き山中村俊輔、どうだ、逃げられるか、ロープまでが遠い、もうロープまでが遠い、さあ逃げろ、中村俊輔まで行ける、あーっと腰が落ちた、危ない、あーっとこれはギブアップ、決まりました、エル引き山ボール、チャンピオンボールです。しかしやりました、中村俊輔よく打った、あと一歩まで追い詰めました。さあ中村俊輔、まだまだ必勝には及ばなかったが名勝負繰り広げました。見ていたお客さんは間違いなく記憶に残ったことでしょう。そのさまざまな攻撃を退け、チャンピオン防衛、エル引き山、歴史が刻まれていきます。